ん産地として知られる山口県宇部市は、宇部鉱山という一つの企業とともに発展、石炭危機にもかかわらず不思議に躍動を続けているのです。中国一を誇る音楽堂には甲府の姿が彫り込まれるなど、ここにも宇部の心意気がうかがえるようです。深いスモッグの朝、通勤者はほとんど宇部鉱山に集中し、一企業に支えられた特殊な町を形作っています。しかも会社も町も幹部は地元出身者で固められ、宇部門楼と呼ばれる特異な形を持っています。だが炭鉱からは良質の石炭が産出されず、不況の度に真っ先に影響を受けるなど、血の出るようなロークを味わってきました。そうした中で機械工業をはじめ、セメント、肥料、化学薬品など多角経営に乗り出し、石炭斜陽化の今日でも総合的な工業都市として不動の地位を保っているのです。工場ばかりか大規模な都市計画にも着手、ことに緑化運動には力が注がれていますが、ここでも工場の倍延が頭痛の種になっています。しかしそこは倍延対策にも抜かりはなく、大掛かりな測定をするなど十数年にわたる努力が続けられています。巨大なアブストラクトの彫刻群が人目を引く時和台公園、それも100ヘクタールと桁違いの大きさを誇っています。こうして日本でも一二という見事な都市計画が実現されつつあるのです。だが決してこの町に石炭不況の現実がないのではありません。大資本の拉致街に置かれた中小炭鉱の人々が、繁栄の町の一角に新しいスラム街を作っているのです。埋め立て地に捨てられた石炭くずを拾い、細々と生活する離職者だが、その埋め立ては今海へ向かって着々と進められています。そしてこの企業は総合的な臨海工業としてますます膨張していくのです。孤立主義という郷土意識によって築かれた繁栄、その前途も決して楽観は許されないのです。